はい、こんばんは、タブランチでございます。曲もくっちゃべりも連日になってしまいますが、すいません。月田の新曲、はい、昨日新曲出しまして、今年はもうちょっとあるからもう一曲ぐらいできるかななんて言ってたんですけど、そんな生ちょろいことでは済まなそうでございますね。月ちゃんがちょっと無双モード入ってるような感じもするんで、もう一曲、実はもう一曲分来てました。年内には出すかと思いますけど、今日のもね、さすがにねと思ったんだけど、まあ、そこそこ忙しいしタイトルがさ、まだ水曜日って水曜日限定なんだもの、今日水曜日だし、これは今日出さなきゃいかんでしょと思っちゃってね、はい、頑張りました。なんでしょうね、まあフォークロック的な感じですか、よくわかんないけど、はい、まあフンフンしてたらなんかいい感じが出てきたんで、まあ歌詞もね相変わらず良かったんで、だいぶ歌詞に引っ張られましたし、よう考えたらあの月タムはね、月ちゃんの歌詞があるから、あの手抜いてるとかそういうことじゃなくて、そんなにこうメロディーラインをこうなんかこうああだこうだこうやらなくてもつけすぎなくてもなんとかなるんでね、ってことも最近思っているので、肩の力を抜いてやってみましたけど、はい、ということで月田の新曲の方ですね、まだ水曜日、はい、曲ですけど、よろしくお願いしますという、まあ新曲できたからくっちゃべってるというついでに、今年の総括的なやつの自分のねオリジナル、はい、まあこれは自分のオリジナルについてはもう少しもう何回か掘り下げてやくっちゃべったりするかもしれませんけど、要はざらっとねざっくりとですけど、今やる前に数えてみたら今年の私のオリジナルは26曲、あ、月田も26曲、あら同数ですね。そうそう、昨日調べたら26曲だったからね、あらららら。あとまあコラボの時にね、作詞してもらって作曲したのとかは抜いてますけども、はい、23曲私のはね、やってましたけども、今年のオリジナルはそうですね、まあ継続でね、今までの継続で入ったんですけど、そうね、どの辺からでしょうね。ああそうね、自分のこと、自分の歴史を歌ったね歌とかね、序盤やりましたね、オレキシブルみたいなね、もう完全にもうフォークソング的な感じなね、やつでやりましたけど、あとはまあロードムービーみたいなね、久しぶりに東京行ったんで、娘ちゃんのピアノのおかげで、はい、その道中のね、歌を作ってみたり、あの娘ちゃんがずっと動画を回して素敵な動画ができていたんで、そこ発信で作ったみたいな、感じの曲とかもやりましたし、あとなんといってもね、今年の画期的な私のオリジナルはね、あの夢シリーズですね、はい、夢グループじゃなくて夢グループ専属歌手じゃないですよ、夢シリーズ、夢の中で見た曲をなんとか現実世界に引っ張り出してやるっていうね、ここのとこ全然ですねなんか、あ、なんか歌ってたかもしれんっていう時はあるけど全然出てこない、いつもね、枕元にスマホを置いて準備万端ではいるんですけど、何曲ですかね、 3,4 曲ですか、バタフライナイフですか、が一番最初だったかな、確かそうだよね、よいしょ、そうね、
バタフライナイフとメリケンサック、この辺のワードも私の歌では出てこないですよ。あの現実世界の夢の中だから出てきますよ、バタフライナイフとメリケンサックなんて言葉がね。あとあれですね、今年は、ね、12弦ギターをハードオフでゲットして5500円で叩き売られてた12弦ギターもうね、非常にいい買い物をしたので、はい、そんな歌を歌ったり、夏のは相変わらずのノンフィクション作家たる私の曲っぽくなりましたけどね。バンド編成と弾き語りとかアコースティックサウンドとどのくらいの比率ですかね。バンドのが少なかったかな今年は。まあ月田のバンド化とかね、結構その辺でパワーを使うのでそんなにはね、いなかったけど、まあお盆でこうちゃんの歌を歌ってみたりとかね、やったりもしましたし、あと後半になってですね、曲を作る上で歌詞ね、曲というか歌詞ね、歌詞を書くにつれて、スシロックさんとのコラボのその曲を先に作るっていうところをやったっていうのもあるんですけど、曲先というか曲ができつつ歌詞ができていくみたいな感じもあるんですよね。でその時に困るのがその歌詞、今まではなんかこれをこのことについて歌おうとかってテーマが決まってその歌詞を作ってそれに曲つけるっていうふうにやってたのが、その順番が狂った時にですね、さて歌詞どうしようという時に、その歌詞どうしようっていうことを歌っちゃえばいいんじゃんかという発想ですね。この発想は結構ね、使えまして、つい先日の音というのもね、Facebook の方のオリジナルというコミュニティさんの企画、12月は今年の漢字、一文字についてのにまつわる曲をみたいな感じな時に、俺の今年の漢字はなんだべなっていうことを歌にしてしまったっていう、これ結構ねエンドレスですよ理論上はいつでも曲ができるということになりますからね、そうはいかんけど、で大概さて歌詞を書けない今は俺今なんだっていう時、大体それもそもそも音楽やってますから、もう音楽の話ばっかになるんですけどね、はい、まあそんな手法も身につけたりとかね、 あとあれ忘れてた、一番というか結構おとともさんのことを歌ってあげたね、混ざり合うっていう、あれもまあ発想ありきですよね、もう発想8割ぐらいの曲ですよね。でおとともさんをなんとか歌詞の中に全員登場させてコラボさせてもらった、おとともさんを全部ね、まあ、言葉遊びもしつつ入れ込んで歌うなんて曲も作りましたし、あと英語ね、はい、拙いもんですけども、きっかけはとにかく娘ちゃんがね、もうお受験なんで、うちのトイレすごいんですよ、うちの嫁ちゃんがいろいろ貼ってくれたってね、その中に英語もあって、そのワンフレーズね、使えるワンフレーズとか、ね、I'm so full とかね、君もう疲れましたとかね、あとなんだっけ、Not my phone と俺のせいじゃねえよとかね、結構ねかっこいいねフレーズがあるんですよ、使えそうなね。後半になってなんか嫁ちゃんもこれどうせあいつ歌にすんだろうみたいなつもりで貼ってることもあるらしいですけど、はい、でまあその英語の歌ということでは、オータムロックンロールっていうね、一番をとりあえず日本語で作って、その歌詞を、もうとにかくネットですよ、歌詞を入れて英語エンターキーポチッ出てきた英語をただ単純にはめ込んでって英語で歌ってみたみたいな、はい、そんな
そんなこともしましたね。英語で歌う歌うなんて本当ね、あのオリジナルですよ。全く考えてなかったけどね。あれビートルズのカバーやったのも今年だよね確か。あれも聞いてましたね。ベースの練習というかね、ちょっと音楽スキルの向上にということでビートルズやっとけ間違いねえだろうと思って一時集中してビートルズをやったんですけども、カバーをね。その時に当然歌う歌うから英語も歌うということで、英語のカタカナかね、英単語として捉えるんじゃなくてこう聞いて、そのもう全然英語の単語とは無関係なところでこう切ってそれをカタカナにこう変えて変換してやっていくみたいな感じの方が、それで歌うと英語っぽくなるみたいなね。大変だけど、だから最近やらないけどそんなこんなもあって英語の歌なんかっていうのもね、今まではやんなかったんですけども、やったりなんかもしたみたいにして、なんやかんやの23曲ということでね、やってみました。はい。で、私ソロの方は5枚だったかな、一応アルバムというか CD 作ってるんですよ。4年ぐらい前からオリジナルを作り始めてね、で月タム始めてからほとんど月タム CD に関しては月タムの方にばっかやってるんで、本当にねここ2年ぐらいを全然放置してたら結構曲がねもう無双地帯ですよ。何にも考えずにやってるからもう溢れ返っちゃってるんですよね。ちょっと自分のやつも少しまとめてみようかなみたいな。音源の管理もね、みんなどこかしらかには取ってあるけど、メモリーカードもねもう3枚目4枚目ぐらいに、64メガ、あーメガじゃねえ、メガじゃねえ、64ギガ、はい、のメモリーでも3枚目かな突入してるんですけどね、ちょっとぼちぼち管理しないと、はい、わけわかんなくなっちゃいそうな感じもするので、まあでもな、その5枚目終わった後の直後からのしばらくの音源はちょっとひどいからね、そこから月田の始める前までぐらいですか、うん、かなりぼえんぼえんしてると思うからね。曲はね、まあ自分の曲はみんな今でに歌えますというか歌う気になる曲ですけども、セルフカバーした音源とかの方がいいかもしれないね。そんなのもあるけど、はい、まあそんな感じです、はい、オリジナル自分のオリジナルの方もねそんな感じで、まあそこそこ、はい、曲数が増えてくる。オリジナルだけで何曲あんだろう、100曲ぐらい超えてると思いますよ多分。今日トータルで157曲目でしょう。あ、そうだね。それで月玉が55曲になってるから100、102曲、あギリだな。でコラボの曲をそこから引き算するから100曲弱ぐらいですかにはなったんですね。オリジナルなんてとてもとてもなと本当に思ってたんですよ。それが、まあ、ライブハウスに行くようになって知り合いになったトトムさんたちのおかげでこんなことになっておりますけど、まあ引き続き自分のオリジナルの方もね、まあ、こればっかは本当にもう全然できたら思いついたらやればいいんで、全く何のプレッシャーもないんで、あ夢シリーズですね。初夢とか見たいね。初夢を見ました、それがこんなこれですなんていうふうになればいいですけどね。ノンフィクション作家ですから嘘は起きませんので、見なかったらやりませんけど、しばらくやってない夢シリーズもまた舞い降りてきてくんねえかな。ここんとこダメなら多分ちょっと仕事のことがぐちゃぐちゃしてて、寝しなとかになるとそんなことが頭をよぎってるので歌が出てくる余地がない。ああしょうがないね、お仕事大事なんで。
はい、そんなこんなでございました。ということで、今日は月タムの新曲2日連続リリースのついでに、ちょっと自分の全のお話のついでに、自分の今年のオリジナル総括のざっくりとした全体像ね、はい、また、曲にちょっとスポットを当ててやったりするくっちゃべりも撮るかもしれません。よろしくお願いします。ということで、タクランチでございました、はい、まだ水曜日です、はい、月タムの歌じゃないですけど、後半頑張りましょう。ということで、今日はおやすみなさい。